こんにちは、春風ツアーです。今回は鳥取空港からワルシャワへのフライトスケジュールをご紹介いたします。出発時期は6月です。鳥取空港を朝8時50分に出発いたしますと、ワルシャワへは同日の20時15分に到着いたします。直行便というのは運航しておりませんので、まず日本国内では羽田空港を経由いたします。羽田空港出発後はドイツのミュンヘンに入ります。ここで航空機を乗り換えてワルシャワへと向かいます。航空機のお時間というのは予告なく変更になる場合がございます。ポーランドへのご旅行につきましては、どのようなことでも私どもまでお気軽にお問い合わせください。今回は6月出発の鳥取空港からワルシャワへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。